皆様にお知らせします。まもなくピアッツァトポリーノにおいてピクサープレイタイムパルズが始まります。さあピクサーの仲間たちと一緒に力を合わせてさまざまなゲームを楽しみましょう。ピクサープレイタイムパルズはまもなく始まります。どうぞお楽しみに。 Ladies and gentlemen, boys and girls, in just a few minutes here at Piazza Topolino, we will proudly present Pixar Playtime Pals. In consideration of those around you, please keep cameras at head level and remove large hats and hairbands. Come and join in the fun and games with all your favorite Pixar characters. Pixar Playtime Pals will begin in just a few minutes. Thank you. みなさん、こんにちは。ピクサープレイタイムパルスへようこそ。これからピクサーパルス、つまりピクサーの仲間たちと楽しいゲームで遊びましょう。どんなパルスがやってくるのか楽しみですね。その前にまずはゲームの説明をしなくちゃ。オッケー。さて皆さん、こちらの装置なんだかわかりますか？これこそピクサープレイタイムパルス発令のパルスパワー特定マシンです。そうです。このマシンは皆さんの仲間との団結力、つまりパルスパワーを測定し、それをエネルギーに変えることもできるマシンなんです。百聞は一見にしかず、早速試してみましょう。まず皆さんは4つのブロックに分かれていますね。そしてこのマシンにも4つのゲージがあります。これが皆さんのパルスパワーをブロックごとに感知して作動します。例えばこちらのブロックの皆さん、皆さんはパープルチームです。パープルチームのパルスパワーを感知するのはこのパープルゲージです。では実際にどうなるのか見てみましょう。パープルチームの皆さん、気持ちを合わせて拍手してみましょう。いきますよ。3、はい、拍手。おっ、いいですね。ここでポトポト、素晴らしい。この調子ですよ。それでは他のブロックの皆さんも試してみましょう。こちらの後ろの皆さん、皆さんはグリーンチームです。グリーンチームの皆さんは手拍子をしましょう。まずの基本です。いきますよ。ピタ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 、ご一緒に、ワンワン、ピタ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 、グリーンチームの隣のブロックの皆さん、皆さんはイエローチームです。イエローチームの皆さんは元気よく手を振りましょう。いきますよ。3、はい、よっしゃー。あれ、まだちょっと高く、あ、 OK です。ありがとうございます。では最後にこちらのブロックの皆さん、皆さんはレッドチームです。レッドチームの皆さんは前の人から両手を上げてゲームをしましょう。いきますよ。はい、上、私だ。まだまだいきますよ。はい、上、ありがとうございます。というわけで、これからこのマシーンを使ってピクサーの仲間たちとの絆を深めていきたいと思います。皆さん、頑張りましょうね。それでは始めましょう。ピクサープレイタイムパルス、スタート。なんだけど、
皆さん覚えてますか？おもちゃは人間がいると動かないですね。そうそう、人間が来るとみんな急に動かなくなるところ、面白かったわ。そう、なのでこのトイプレータイムを始めるにはまず皆さんがおもちゃの仲間にならなければなりません。おもちゃの仲間になるのはとっても簡単。自分がおもちゃだと思ってそのおもちゃのポーズを取ればいいんです。さあ皆さん、好きなおもちゃになりきって、はい、ポーズ。あなたは操り人形ね。君も操り人形だね。さあ皆さんもイメージできましたか？それでは僕が人間が来たと言ったらそのポーズで動かないでくださいね。あ、人間が来た、ポーズ。あ、思い切ってやってみよう。あ、また来ました、ポーズ。いいですね、その調子ですよ。またまた来ました、ポーズ。素晴らしい、皆さんも完全におもちゃの仲間です。さあ、どうやら彼らがやってきたようですよ。皆さん、おもちゃになりきって、はい、ポーズ。みんな大丈夫、全員おもちゃたちだ。おもちゃは遊びが大好きだからな。で、どんな遊びだ？ここに4つのチームがあるね。みんなに各チームのリーダーになってもらってチームの団結力を競争するゲームなんだ。へえ、面白そう。やろうやろう。だがどうやってチームを団結させるんだい？なかなか難しいぜ。それぞれのブロックのリーダーを応援するポーズで気持ちを一つにして団結するんだ。それでは早速その応援ポーズを練習してみよう。では最初にウッディの応援ポーズからまずいきます。いきますよ。ウッディは男性の人だ。皆さんも一緒にやっていきましょう。左手でカーボーイハットの下を投げるように、ウッディ両手でホランタンのバッジを作って、ホランタン吐息にせーの、味方。そうです、次はブルースアイの応援ポーズです。前足を高く上げて、走れブルースアイ、風のように。まず両手で2回走れブルースアイ、風のようにでできるだけ速く動かしましょう。続けていきますよ。はい、走れブルースアイ、風のように。もう一度走れブルースアイ、風のように。そうです。では次にジェシーの応援ポーズです。いきますよ。ジェシーのヨーデルヨドレイヒー、両手でジェシーを押さえるように回してて、さあこれがジェシー、ヨーデルで手を押して引いてからヨドレイヒー。そうです、つなげましょう。さあ、はい、ジェシーのヨーデルヨドレイヒー。もう一度、ジェシーのヨーデルヨドレイヒー。そうです、最後はバズの応援ポーズです。いきますよ。無限の彼方へ、さあ行くぞ。まず無限ので左肘、彼方へで右手を伸ばして、さあで左右と動かし、最後の行くぞで右手を上げましょう。続けていきますよ。3回無限の彼方へ、さあ行くぞ。もう一度無限の彼方へ、さあ行くぞ。 OK です。さあこれがそれぞれの応援ポーズです。皆さん覚えられましたか？それでは次に誰がどのチームのリーダーになるのかを決めます。チームのリーダーを決めるのはこのカードです。さあみんな好きなカードを選んで、
さあ、誰がどのチームになるんでしょうか。私が、はい、くれくれ、いっちゃって。ああ、みかさん、大丈夫？どうする？どっちにするの？あ、譲り合いです。あ、弟子決まりましたよ。行きまーす。あ、うるさい子できたね。あ、それだけ？あ、くれくれ。まずはそれだけ？オッケー。で、最後それだけ。さあ、それでは決まりましたね。カードオープン。はい、決まりました。パープルチームのリーダーがブルースワイン、イエローチームのリーダーがアーズ、グリーンチームのリーダーがジェシー、レッドチームのリーダーがウッチーです。ではリーダーはどのブロックにお願いします。いってらっしゃい。頑張りましょう。さあ、それではそれぞれのブロックごとに応援ポーズを練習してみましょう。練習できましたか？大丈夫かな？さあ、それでは次は大村君に合わせてやってみましょう。順番はクッキー、ブルースワイン、ジェシー、バーストの順です。応援するのは自分のチームだけですよ。周りの皆さんも好きなチームをぜひ応援してくださいね。それでは参りましょう。音楽スタート。ブルースワイン、そうだね。さあ、皆さん気持ちを合わせていきましょう。せーの。
っぱり友達が一番さ。ルッキー、バズ、ジェシー、うるさい、最高のチームになったよ。どうもありがとう。時が流れても変わらないもの、俺たちの まだまだ続きます。次は皆さんにスーパーヒーローになっていただきます。さあ皆さん、我らのスーパーヒーロー、ミスターインクレディブルの登場です。さあ、私と一緒にスーパーヒーローになるためのエクササイズをしよう。それでは皆さん、立ち上がってください。皆さん、立ち上がってください。このエクササイズ詳しくて、ゆっくり立ち上がってくださいね。ミスターインクレディブル、準備 OK です。 OK! よし、レッツスーパーヒーローエクササイズ。皆さん、構えてね。右手、反対、左手、ファインディーズ2号とファインディーズバリーの仲間たちがやってきます。
には荷物たちとブレイクタイム。さあ皆さん、海に乗って荷物たちと一緒に遊びましょう。さあ荷物たちは皆さんと遊ぶために特別なワンマートに入っています。あまり強く叩かないでください。優しくタッチしてあげてくださいね。優しくはみんなでしょ。Thank you.
お楽しみいただけましたか。この後も東京ディズニーシーで素敵な旅のひとときをお過ごしください。 Ladies and gentlemen, we hope you enjoy Pixar Playtime Pals. And now, please enjoy the rest of your journeys here at Tokyo Disney Sea. Thank you.